酒井女士也在现场。她那时候看到了不认识的人，心里想说，嗯，这该不会是有什么事情在等着我吧？すいません、ちょっと足が座らせます。不好意思，她现在脚有一点酸，所以可能需要坐下来。すぐに帰ることもできず、なぜそこに、マリさんと遠藤さんがいるのか聞くと、霊視販売の内容でした。60年前の日本ではまだ漢方薬や鍼灸が医療の中心で、私の祖父母時代は天然資源のものを煎じたりして猿の腰掛け、霊視です、などはよく利用していた。祖母たちはいろいろ伝承の方法で薬効を期待して試していましたが、結果は全くなく、最後は医師に世話になっていました。そのような当時の知識では、霊視や朝鮮人参の薬効は信じがたく、マリさんの説明は理解できず、コーヒーを飲めば帰れると言いました。经过介绍，他才知道酒井女士是从事那个灵芝推广工作的。在60年前的日本，当时的日本中药跟针灸还是医疗的主流。在四岛先生祖母的年代，灵芝也常常被当作药来服食。他当初在刚开始听酒井女士介绍灵芝的时候，其实他本人是抱着半信半疑的态度，想说我喝了咖啡就要走了。他当初心里只有这样想。コーヒーがテーブルに運ばれてきたので、飲もうとしたとき、マリさんが、このとき初対面にもかかわらず、カプセル2錠を開けてコーヒーに入れました。霊視は毒ではないことを知っていましたので、そのまま一口二口飲みました。カップ半分ほど飲んだとき、指先に電気がほのかに暖くなりました。試しに握ったままの状態の指が飲ませるようになりました。本来是紧握的，慢慢可以伸开。霊視を勧めに来た人に霊視の効果を言えば買わなくなるということも忘れて、おいおい指がダメだと言ってしまいました。3人と友人とマリさんと遠藤さん、何が起こったのかと瞬間あっけに取られていました。残りのコーヒーにマリさんが再び2錠入れました。足の指先まで温かく、これは夢じゃないかと思いました。飲み終え、これで失礼すると立ち上がろうとした。ソファーのデスクに寄りかかって立ち上がる。あら、立ち上がられ、両足で立てました。コーヒーは毎日5、6杯飲んでいるので、コーヒーの成分ではない。霊視の効果だと、すぐ理解できました。当時、酒井女士、她準備了咖啡。甚至也不考虑到其实我们是初次见面的关系，他就直接拿出了灵芝胶囊，打开倒进我的咖啡里面。他说当时我虽然知道灵芝是没有毒性的东西，可是他当时其实是非常的怀疑的喝下这个咖啡。在他大约喝了半杯咖啡之后，他突然感觉到指尖好像有一股电流窜过的感觉，慢慢的温暖了起来。
然后他的手一直以来都是只能紧紧的像握着拳头那个样子，却可以慢慢的伸展开来。然后当酒井女士看到他慢慢有变化的时候，他又拿出了两个灵芝胶囊继续倒了下去。在喝下了所有的咖啡之后，四岛先生只觉得全身非常的温暖，他当下只有想说，我难道是在做梦吗？接着他喝完了咖啡，他就想说他要走了，于是他就在没有任何人支撑他的情况下，靠着自己的双脚站了起来。停止の効果で元の体に戻れるならないかと思い、マリさんに今すぐ注文しますと言いました。飲み始めてから日増しにしびれは和らぎ、歩行も徐々にたくさんできるようになり、1ヶ月かからず自宅では杖だけで生活ができるようになりました。霊視を飲み始めてからは医薬は飲まず、リハビリもほとんど行きませんでした。それから現在に至るまで病院にはほとんど行っていませんが、今ここにいる状態を維持しています。对于每天都要喝咖啡的我来说，我马上知道这绝对不是咖啡的功效，而是被放在咖啡里面的灵芝的功能。然后我相信，如果我每天持续服用灵芝，也许我能够恢复到以往的样子。从那时候开始，他就每天吃灵芝，他可以感受到在他身上的麻痹感渐渐的退去，并且能够慢慢的行走。经过了一个月之后，他可以不需要再依赖拐杖，甚至不再需要去吃大量的止痛药，或者是再去医院做复健。而他现在能够这样站在大家面前，能够像以前的人，以前能够恢复到他像他以前的样子，虽然没有办法奔跑跳跃，但是他觉得他是能够现在在这里跟大家分享他的故事，灵芝真的是功不可没。現状の状態は、頸椎の臼骨を切除したので、頭の重みで常にうつむき加減。そのため首がすぐだるくなります。しびれが緩和したとはいえ、歩行が持続しませんし、走ったり飛んだりは無理です。一番の悩みは食欲があるのに空腹感がないことぐらいです。最後になりましたが、私の病名は神経側空包症です。神経の空包の部分の神経が断絶する状態です。そのようなはっきりした原因なのに、なぜここまで回復したのか医師にはわからないそうです。私の考えでは、霊視にはまだまだ未知な成分があり、そのうちの何かが空包を飛び越え神経をつないでいると思うことです。あえて言えば天からの贈り物、霊的な波動の力でしょう。霊視にはまだまだ解明されていない成分があると思っています。病に苦しんでいる方は霊視の霊力を、未病の方は正常な状態を取り戻すために、元気な方は健康維持のために、ぜひ霊視を取り入れていただきたいと念願いたします。会食、会眠、改善の秘訣は霊視成分にあると思います。以上であります。皆様とシャウホーのご健勝を記念いたしまして、私の話を終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。最后我想要跟大家说明的是，其实我车祸之后发生产生的那个颈椎之间的空洞，到现在依旧还是存在的。
连他的主治医生看着他的状况都觉得非常的神奇，因为那个空洞到现在还是可以，还是存在的，但是为什么他却可以恢复到现在这样的状况，之前没有办法。赤岛先生他自己的看法是说，他觉得也许是灵芝尚未被发现出来的成分，让他的神经可以跨越那些空洞，顺利的传递性讯息。因此他相信灵芝是上天赠予我们最美好的礼物。他说接下来希望大家也继续服用灵芝，继续保持健康。今天真的非常感谢大家来到这里听他的体验台，谢谢大家。いや、今日ここに来た時にすごい歓迎を受けました。本当にありがとうございました。他说谢谢大家这么热烈的欢迎他，他进来的时候真的是又惊喜又感动，谢谢大家。梦想